TFC、e、は、滋賀県大津市を本拠地としていた、社会人、サッカークラブ。過去に J リーグ加盟を目指していたクラブの一つである。1992年、滋賀県立森山北高等学校の卒業生などを、中心にマッチーズ FC として創設。ホームタウンは、滋賀県大津市に置いた。クラブ名は、当時のキャプテンであった、松山博士の名字から取ったものであった。 翌年から、大津市、サッカーリーグに加盟し、同リーグ5部から活動を、スタート、大津市、サッカーリーグを脱退する1996年まで4年連続で優勝し、大津市2部まで駆け上がった。滋賀県サッカー協会には1996年に、加盟登録。滋賀県社会人、サッカーリーグ5部に参戦すると即優勝、天皇杯の滋賀県予選である。 滋賀県サッカー選手権大会にも初参加し、ベスト8まで進出した。そして、1999年に滋賀県二部を制し、滋賀県リーグ加盟から5年で滋賀県一部にまで駆け上がった。2001年には、第81回天皇杯、全日本サッカー選手権大会に滋賀県代表として天皇杯本戦に初出場。第82回大会にも滋賀県代表として、 出場した。なお、結果はどちらも一回戦敗退であった。2017年2月2日、株式会社シガユナイテッドがシガユナイテッドベースボールクラブと並行して運営するシガユナイテッドフットボールクラブにマッチーズ FC のトップチームと合併させ、サッカー部門のトップチームとして運営するとともに、名称をシガユナイテッドマッチーズフットボールクラブとすること、及び、 J リーグを目指すことが発表された。また、ホームタウンを滋賀県全域に拡大した。2017年、滋賀県一部を2年ぶりに制覇し、関西府県、サッカーリーグ決勝大会に進出、一次リーグを無敗で通過し、決勝トーナメントに進出したが、一回戦で、反乱パニックス FC に敗れ初の関西、サッカーリーグ二部昇格は叶わなかった。 続く2018年も滋賀県一部を制し、2年連続で関西府県サッカーリーグ決勝大会に進出。この年も一次リーグを無敗で通過し、決勝トーナメントまで進出、準優勝し入れ替え戦にまで進出したが、ルネス学園校がサッカークラブに敗戦、2年連続で関西サッカーリーグ2部昇格はならなかった。この年は、 運営法人の株式会社シガユナイテッドが野球部門に重点を移してスタッフも野球関係者が大半を占めるようになりスポンサー営業に関わっていた福祉義博枝は目標の異なるサッカー部門の運営に限界を感じていたといい入れ替え先輩戦によりついに解散話が浮上したことからサッカー部門の独立を決意2019年2月1日をもって社会人 サッカー事業を株式会社シガユナイテッドから独立させた。独立時の名称はシガシティ MFC で3月に行われた第55回全国社会人サッカー選手権大会シガ県大会4月に行われた第24回シガ県サッカー選手権大会7月に行われた第26回全国クラブチームサッカー選手権大会シガ県大会には シガ MFC として参加した。同年6月26日、福祉がシガシティ株式会社を創業し、新クラブ名をシガシティ FC と決定、ホームタウンをシガ県を内市に戻して、引き続き J リーグ加盟を目指すこととなった。2019年もシガ県一部を制止3連覇を達成、3年連続での関西府県、サッカーリーグ決勝大会進出を決める。 この大会には独立当初の名称である、シガシティ MFC として参加したが、一勝一敗でグループ D2 となり、一時リーグ敗退となった。2021年2月、昨シーズンをもってトップチーム解散が公式サイトで発表された。実質、創設当時のマッチーズ FC の松山代表からの強いチーム変換要求による解散となった。 マッチーズ FC、シガユナイテッド MFC、シガシティ FC、ありがとうございます。